アフロディーテか。そうですね。さあ、残り30回。やばい。10連だとは3回しか弾けない計算。この30回で、本当に弾けるのだろうか。お願いします。デク君。おー、なんだっけ。ケット氏。いいじゃん。重心化してますよね、このキャラも。ケット氏持ってた気がするな、でも。いやー、違うんだな、でも。コラボガチャ引いてんだから。デク君。おー、緑は合ってるけど、そうじゃない。ねえ。さあ、では行きましょう。ちょっとね、モンストじゃないや。ヒロアカの愛が足りなかった。さらに向こうへ、プルスウルトラ。行きましょう。ワンフォーオール。120%。おー、レシプロだった。いやー、頼むよ、ほんとに。デク君、そろそろ、ほんとに来ないと。オーブが尽きるんだけど。かっちゃんも来る気配ないよね。さあ、来い。おー、なんだこれ。なんだこれ。ムッキムキ。ポセイドン。え、ポセイドンって、意外と番号古いんですけど、全然見たことない。おー、こんなキャラ。いたんだ。知らないんだけど。これは僕が無知なだけですね、モンストに対して。いやー、びっくりした。いやー、なんか、なんだろう、イラスト的にはちょっと古そうに見えるんですけど、あんまり、星6キャラで、見覚えがなかった。なんだっけ ?2B だった。なんだっけ ?Enkidu か。そう。小さいうが入るのは覚えてたんですけど、Enkidu ね。さあ、そろそろ。デク君、爆豪。来い!プルスウルトラ!なあ。ネプチューン?ネプチューン。すごい、なんか海の王様みたいのがいっぱい来る。ポセイドンにネプチューン。さあ。来い!なんだっけ?アスラですね。さて、これ残り23回。マジで?クロちゃんのあの150個のオーブ追加なかったら結構もう終盤ですよ。さあ、本当にお願いします。ヒロアカ大好きなんです。いやー、飯田くん。飯田くんじゃないんだな。デクが欲しい。じゃあ、そろそろ。ヒロアカの一番好きなシーンについて語りましょうか。まあ、僕が一番ヒロアカで好きなのは、あれですね。一期の、おーこうやってね、真面目なヒロアカの話をしようとしてるところにね、来るんですよ。そう、裏の裏を書いてね、来ちゃいましたね。かっちゃん来ました。俺の前に立って殺す。岡本信彦さんですよね、声優。いやー、来たね、かっちゃん。え?ボイスこんなにあんの?え、待って。今気づいたんですけど、ボイスが多い。これが1個でしょ?何これ?プルスウルトラ!やば!え、モンストついにボイスが複数追加される。アップデート?アップデイもっと遠く遠くって。マジか。ボイス複数実装されたんですね。やば。まあいいや、気を取り直してちょっと好きなシーンのお話ししましょうか。僕が好きなのは USJ のあのオールマイトとノームが戦うシーン。あれかっこいいよね。そう、あの、活動限界がある中で、そう、あの、フルパワーでの、なんだっけ、ワンフォーオールを連発しまくって、もうなんか、ワンピースじゃないですけど、ギア、あ、なんだ、あの、ゴムゴムのガトリングバリの、オラ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 っていう感じのね、いろんなアニメ混ざったけど、そう、オラ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 のノームとの殴り合い?あれかっこよくないですか?第1期の13話かな?最終回ぐらいのノームとの殴り合い。ゴムゴムのガトリング。無駄無駄無駄ばりのね。あれかっこいいよね。あれが好きですね。おー、おちゃこ。あれも好きですね、やっぱ。
あとは、もう2期はね、なんだっけ、US、なんだっけ、体育祭か。体育祭も、やっぱ、いいシーンがありすぎて、まあ、一つにまとめられないんですけど、やっぱりデクバーサス、トドロッキー、かっこいいよね。あれはやっぱいいよ。あとまあ、お茶子と爆豪の戦いとかもいいですよね。絶対に勝てない爆豪に対して、お茶子があの手この手を使ってね、そう、無重力で浮かした瓦礫を上からね、流線群のごとく、そう、ぶっ放すっていう。なかなかデックを見習ってね、私も頑張らなくちゃっていう感じで、いや、ガッツあって良かったですよね、あれは。まあ、何年か、なんだかんだ言ってやっぱ体育祭が一番いいシーンが多かったんじゃないかな。それぞれのキャラクターの、なんだ、ピックアップされてるんでね。そう、それぞれのキャラクターが目立ってますよね。一人一人が。さて、これ残り一人ですね。デク君。当たればコンプと。いう感じなんですか？お、これ、星5じゃん。著白海。来ましたね。さあ、てことで、星5はなかなか引けてるとは思うんですけど、コンプしたい。お願いします。緑谷いずく。ごめんね、デクって。無個性に生まれてって、おー、なんだこれ。パイレーツ・オブ・カリビアンバリの海賊、エドワード・ティーチ。すごい。これが本物の海賊ですよね。ワンピースは混ざってますよね。エドワード・ニューゲートと、エドワード、違う、なんだっけ。マーシャル・ディ・ティーチか。本当は多分、エドワード・ティーチが本当にいた海賊さんの名前だと思う。海賊さん？そう。おー、おちゃこ。おちゃこもう2体分くらいラック90できるんじゃない？それぐらい引いてると思う。さあ、残り13回。そう、でもまた好きなシーンのお話戻りたいと思うんですけど、3期だと、あれですよ、3期は、ヴィラン連合、開闢行動隊だっけ？が、攻めてくるんですよね。合宿中に。そう。で、あそこで、まあ、戸川卑弥呼とかが初登場かな？して、まあ、攻めてくると。そう。チャヒだっけ？今回、モンストのコラボでも、星5で降臨できてますけど、炎を使う、そう、あいつ、が来たりね。して、まあ、あれもね、3期もなかなか面白かったですよね。うん。少年いるじゃないですか。ウォーターホースの息子さんの少年を襲う、お、え？おー、来たー、これ。確定演出。そう、ウォーターホースのね、息子さんを助けるときに、筋肉強化の、そう、個性のやつと戦うときのデク。あれやばかったよね。ワンフォール 200% みたいな。2000%？ わかんないけど。これでデクが引けなければ、ちょっと今回はもしかしたら引けないかもしれない。それぐらいの覚悟で行きましょう。さらに向こうへ、プルスウルトラ、お願いします。デク、デク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 、これで引ければコンプ、お願い。あー、マジ勝っちゃう。マジマジ、まさかの、まさかの、トドロキ2体、カッちゃん2体、デク引けずと。マジで？こんなことある？引かせてくれよ。コンプしたいんだよ、こっちは。頼むって。おー、ちゃこ。いや、マジか、主人公はやっぱ引きたいよ。行きましょう。シュートスタイルって。ねえ、3期が非常に楽しみです。そう、腕を使うとね、個性の力に耐えられなくて腕が粉々になっちゃうんで、足で最近戦ってるんですけど、今後どうなっていくかですよね。個性に体がついていけるようになったら一体どうなってしまうのかっていう。映画もやりますよね、そういえば。12月にヒロアカの映画2弾。そう、去年も夏にね、映画やったんですけど、それは見に行きましたね。お金大好き、お宝大好き。今年もまあ12月に映画がやるってことで、それもまた見に行きたいなと思います。いやー、ヒロアカ楽しみだな、ほんと10月。ヒロアカのゲームとかありますよね、確か。そう、まあモンストのゲームの中で他のゲームのお話をするのはちょっとあれなんですけど。一時期やってましたよね。スマッシュライジングだっけ？うん。スマッシュタップの時に、ちょっとやってましたね。そう。で、あとスイッチかなんかでも出てますよね。ヒロアカのゲーム。
それもやりたいなと思ってるんですけど、なかなかできない。お茶子やばい、出ないデクが。残り5回、マジかね。600何個なかったっけ、オーブ。もうこんだけ引いてんのか。撮影始めてから30分が経過してますね。最後に引きたい、ラストに見せられるか、デク。いやー、頼む。あー、お茶子、本当にもうお茶子と飯田くん2体分くらいラック90だべ。なってるよ絶対。いやー、引きたい、確定来い。左回転、いやー右回転。残り4回、お願い。あー、マジ、ちょっとワンフォーオール頼むって。一人はみんなのために、みんなは一人のために。どうでしょうか。おー、髪が緑なのは同じだけど、ケンタウロス。ラスト2、頼むって、頼むって。ヒロアカ好きなんで、好きだから本当に。うわー、お茶子、デクくん、デクくん呼んで。お茶子頑張れって感じのデクくん呼んでよ。誰に投げかけてんだ。いきます、今回ラストです。まさか使い切るとは思わなかった。いきます、さらに向こうへ、プルスウロタラ、ラスト。あー、カツ回収。お前かーい、コラボガチャ83回引いて、コンプできずという結果でございます。いやー、デク引けないか、デク引けないか。ワンフォーオール、緑谷イズク、超アンチワープ、カウンターキラー、半ブロック、バイタルキラー、なんだこれ。いや、かっこいいな、ほんと。フルスウルトラ。